ほんまに寝てる？嘘寝じゃなくて？嘘寝っぽいよね。でも。おはよう。お散歩はいいですか？いやいや、まあ無理に行かんでもいいけど。はい、お散歩出てくれました。まあ新しい。ねえ、アデル姉ちゃんがいなくなって新しい生活が始まるんですよね。ロイも食べないという、もともと食べないというロイが食いつきが悪くなってきてるんですよね。本当なんやろ、いつもご飯の時は待ってるって感じなんですけど、食べ出したらねそうでもないんですけど、最初はねなんかもうさっきも向こう側でね寝ててご飯やで言うても寄ってけね、ちゃんと完食はするんですよ。びっくりびっくりねえ、ほらまた行った。おじさんがね、お父さんお父さんはこっち来よった、こっち来よったで。どうした？何？だってさ、お昼休みも、お昼休みも出ずに、東洋寺の館にこもってたの誰？なんとなく元気ないな、俺もな。まあ、しゃあないよな。ロイが訴えてきてんねんけど、トイレ行きたいんかなと思って窓を開けたい、お庭への窓を開けてあげたいんやけど、そうじゃないんかな。どうしたロイ、え、どうしたの、どうした、前もいろいろあるよな。いやいや、しょうがない。めっちゃ訴えてんねんけど、さっきからどうしたのロイちゃん。マジでどうした、ロイよ。え？おしっこ行ったよ、お庭で。なんかね、ロイが。いろいろだわ。どうしたんですか？知ってる。さあ、どうしようもないんだよね、お父さんも。父ちゃんと乗り越えていかないとさ、ね。お父さん、お父さんって、やたら来るんですよね。なんか訴えてんねんけど、まあなんでしょうって感じはするな。姉ちゃん。姉ちゃんいるよ。姉ちゃん。
ドキドキ思い出してあげてくれ、アデネーチャーのこと。